皆さん、じゃあお待たせいたしました。拍手でお迎えください。菊野勝則選手の登場です。総合格闘家の、菊野勝則です、よろしくお願いします。どうですか、いつもとちょっと違う空気感なんで。もうさっきえらいことやったやばいってそこでちょっと偏ってたんですよ。下がつるっていう若干ちょっとやばいですね。すいません。じゃあ菊野選手、今日は、長時間になりますけども、よろしくお願いします。よろしくお願いします。このまま話し始めても面白い話いろいろ聞けると思うんですけども、まあ、せっかくなんで本当に菊野さんの幼い頃から、まあ、今に至るまでとかその先ってものを聞きたいなと思ったので、あらかじめ菊野選手にお願いして自分の人生史って言ったらいいんですよね、人生グラスって言ったら、あ、完全に高めになってますね。まあ、よくあるところです。前の方すいません。ちょっとこういうものを、おー、ちょっと興味深いですね。見えますか？真後ろにした方がいいですか？いやー、ちょっと興味深いですね。どうぞ、ご自由に写真撮ってください。けど、何のまま撮ってもよく訳が分からない。的なものがいっぱいありそうなんですけど、まずはちょっと時系列にいろいろお聞きしながら、まあ、プロのコーチング、アスリートコーチングの立場から、気づいたことでは、大ちゃんにいろいろ突っ込んでいくといただくと。そんな感じで進めてまいりたいと思います。そうですね、血が広げて僕が掘るみたいな感じですね。まあ、そんな感じでいきたいと思います。ですね、もう本当純粋にこのままいきますけど、まずへこんでますよね、はい、今まで小3小4の時って何があったのかっていうことをちょっと教えていただければなと思います。まあ、0歳からここら辺まであんまり、まあ、記憶ないんですよね。その、まあ、遊んだぐらいの感じで、うん、あまり記憶ないんですけど、小3小4の時にあの何ですかね、クラスから虫を食らって、毎日昼休み図書館でウォーリーを探せを読んでたあるんですよね。なんで無視されちゃったんですか？まあ、多少ちょっと肉付きがいいタイプだったので、まあ何ですかね、こう乱暴者だっただったんでしょうね。乱暴者だったんですね。あんまり自覚はないんですけど、なんかこうちょんと当たったら2回こう叩かないと気が済まない。それ世間一般で間違いなく乱暴者だったなんか小学校1、2年の時の担任の、あの、なんすかね、通知表みたいなやつで、はい、君のパンチを食らわなかった子は一人もいないだろうちょっと想像つかないですね、今の菊野さんから、今の温厚な菊野さんから。じゃあ僕は温厚なつもりだったんですけど、なんか、で、まあそういう状況で、僕がまあ乱暴者だったので、まあ、あの嫌われて、もうあいつ無視しようぜみたいな感じだったんだと思います。あ、そうですね、ちょっと話飛んじゃうかもしれないんですけども。まあね、実はね、これリハーサルを何回かやって、何回、まあ、2回程度やっていて、何回かこれ書いていただいたんですよね、練習っていうやつで。改めて今日書いてみて、はい、なんかどんなことを今思われてるとか、どんなことに気づいたとか、もし何かあれば。もしよければ、皆さんもう立ってやりますね、これ。何か。まあ、全体的に、まあ、上がってんなと、ですよね、全体的に上がってんなと思うのと、やっぱり自分の
人生というか、うん、自分が成長したり、うん、自分の人生が前に進んでる時っていうのは、うん、上がってんなって感じしますね。なるほど。この急激な上がりみたいなところですか。まあ、全体的に、全体的に、はい、自分が前に進んでるなっていう時は、まあ、少なからず上がってる感じがしますね、うんうんうん、はい。その最初のものがここだった。まあ、そうですね。ここでだいぶ僕の人生は上がりました。あのコーチングってコミュニケーションってさっき言ったんですけども、会話でやっていくっていうものも一つのやり方なんですが、僕がやっているものってその昔の場面、今で言うと菊野さんがドッジボールしていたっていうその場面を再現して、ありありとそれをもう一度菊野さんに感じてもらったところから自分を深掘りしていくっていうやり方なんですね。ですのでぜひこの半分ぐらいの皆さんにご協力いただいて、菊野さんとこの場でドッジボールをやってみたいと思うんですよ。あのエアドッジボールです。ガイアからもらって子供の時の久野さんをちょっと振り返って、はいはい、その時ってなんかこのみんなが遊んでるの何が楽しかったかって感じですかね。ちょっと客観視、ちょっとその場面を、当たり前のことだったんですよね、その友達と遊ぶっていうのはですね、うんうん、当たり前じゃない時期があったから楽しかったですね。当たり前のことはできるようになったのか、ね、友達と遊ぶっていう、うん、それだけですね。それだけ、はい、何しても楽しかったですね。そっかそっか、ドッジボールだけでもないですね。そうですね、今まで当たり前、孤独じゃない、あ、それです、ね、はい、職業病なんですけど、はい、パッとこの空間に行って僕より強そうな人を探すんですよ。おお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 この人とやったらどうなるかな、あパッてこう、はい、勝てるかな、どうやって勝とうかな。それ規則要領なんですけど、それもビビリのはこの人に襲われたらどうしよう。あ、そうなんですか。この間空手の先生にも言われたんですけど、そのあんま強くなりたいって言わない方がいいって言われたんですよ。そうなんですね。っていうのは、っていうのは、うん、今弱いって言ってるのと一緒だから、あー、なるほど。それを肯定してしまうから、うん、言うなら腕を上げたいって言いなさいって言われたんですよ。今強くてさらに腕を上げたいと、うんうんうん、ただ根っこでやっぱ僕が弱いっていうのがすごく残ってるんですよね。だから強くなりたいっていう言葉がすごく出ちゃいますね、僕は。こう今本当に深いところまで行ってくれたんでしょうけど、アップ根っこに自分が弱い、だから強くなりたいっていうのがあるんで、まあこれをいつか卒業できる腕っていうのは何でしたっけ。かかられた話ですか。かかられて、そうですね、で、まあ柔道頑張っていって、はい、で、まあある程度強くなって、はい、ここでガーンって上がりますよね、はい、ここ何があったのかちょっと教えていただけると、まあ、あの、そうですね、ここから、ここからもうここまでちょっとこの下りちょっと教えてもらっていいですか。はい、そんなにこう、うちの中学校とか高校とかって強い学、柔道が強い学校じゃなかったんですけど、まあやっぱ強くなりたかったんで、それなりに一生懸命練習して、高校2年生の時の新人戦ですね、3年生が引退した試合で鹿児島県で優勝して、九州大会で3位になったんですよね、うん、だすごいこう、ヤッホーってなりましたヤッホー、俺強ぇーと思った。なって、いきなりこうですか。そうですね、こう、まあ、なって調子乗ってたんですけど、高校3年生の最後、インターハイ予選、引退試合ですね、3年生ので、優勝候補で臨んだんですけど、うん、当時の1年生に2回戦で負けたと。泣きましたね。これ何か勝負ごとで、勝負ごとでつか、まあそういう部活とかの勝負ごとでその、ま、負けて泣いたのは初めてでしょうね。なんかもうね、優勝候補でもうめっちゃこう、まあ、目立って調子乗ったんですよね。それがもう本当に2回戦で1年生に負けるっていう、もう惨めで惨めで、みんなもかける言葉がないみたいな感じで、そう、悔しかったで
で悔しいんですけど、うん、僕はその進学校に通ってた高校は練習時間がまあ1時間そこそこで、相手の1年生の選手は強豪高校だったんですね。だからそのしょうがないやって思ったんですね。向こうは僕の3倍ぐらい3時間ぐらい練習してる学校だから負けてもしょうがないじゃないって自分に言い訳してる自分がまた腹立ってるんですけど本当にうわーっていう惨めな時期でしたね。ここは夏8月ぐらいですかね、その受験が始まってちょっとの頃に僕は中学校時代の同級生3人とよく遊んでたんですよね。3人組でよく遊んでました。その、3人、僕と入れた3人と一緒に家の近くの公園でこう溜まってたんですよ、夏溜まってて、そこで話してて、その時にその僕以外の2人が俺らコンビを組んでお笑い芸人になってビッグになるって言い出したんですよ。親友3人組ですよ、親友3人組の2人がコンビを組んで俺らビッグになるって言い出して、で僕はもう本当にこの悶々としてる時期でですね、もう情けないやらないやらこいつらすげえなと思う反面腹立つし、だから僕そこから5分後ぐらい言われた5分後ぐらいに俺格闘家になるって言い返したんですよね。その5分間にうわーって僕の中でこう俺はどうするんだって考えて、あ俺格闘家になりたいと思ってもうした、ね、だから一応自分の中でこう一つ見つかったんでちょっと上がりました。ひらじねは横振ってこう遠く見てたんでちょっとどういうポーズだったんですか。なんかこう遠く見てひらじねは岩川君と僕はなんかベンチに座ってました。あーそんな感じでしたね。ひらめいてますね。